絶対いると思うんだよないきなり便宜が来る将校軍の人予告,予告なしそう予告なしパチンコとかスロットだったらおもろい台かもしれない。ハ <laughs> リケンさんはいつでもドキドキできるタイプの台 <laughs> いやいや来んな来んな来んな来るのはやめん来るのはやめん全然いいけどさ裏切られた時のさリスクをさ考えるとさそんなにさ近くにいるとさ俺の手がさ滑っちゃってお前の頭ばっかお互いな頑張ろうなお互い もうなんで、ね、もうお互い頑張るお互いやでやる来ないで怖い俺今信用できないお前をそうそうそうお互いな違う道をな歩んでいこう頑張ろうなグッドラックなんでやってもういいやんお互いの道を進むでお前がやれ武器持ってお前戦うぞじゃ仲間から戦う戦えっておいお前も 分かってくれるのかおい離れろ 5m 離れろ俺からどうするどうするうやっちまうかやっちまうか<タッ>こいつうまい<タッ>一緒に逃げ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 ないねお俺が一緒に逃げない一緒にお願い俺にやかた死ねえおらー

えマジで許しくんねん歯、はあ、マジケムシかよあいつうれっ手おのって何どうしようでもみんなあそこあそこあそこいや帰ろでかおお。え手おの強いのうわあいやもうだえー、もうそんな言ってよそこはそこは言っ いや俺も取ろうかどうか迷ったホルスマックスの方が手斧強いの言ったうわもうダメだもう恐怖にとらわれた今完全に恐怖に恐怖に負けたまあまあいい,い,い失ったものばかりに数えるなルフィ君お主に残ってるものは何じゃ小銭があるよ 俺もう夏場のトイレなんで汗かくことしかもう脳にないわ気持ちよくトイレ行ってくるわしかもまだ行ってなかったんだいや今あのパンツ履かずにダッシュで戻ってきてパッチ当ててから続き出せばいいやって思って戻ってきたの <laughs> いややばいだろフルチンで思い出して今こっちに戻ってきてるんだとしたら一回トイレするために全部脱ぐタイプなのはちょっとなちょっとかちょっと なあまだ、あ、たまにあるけどね全部脱いでマッパでやるとき風呂入る前とかあるかなえ風呂入る前とかない裸になってうわっやべえめっちゃうんこしたいっつってマッパでトイレ入ることないないなガチあんまりでもないなそんな状況ああじゃああれだ渋原はちゃんとお腹が予告してくれるんだ便イをあでもそれはあるねお腹は予告してくれるねだ俺マジ予告なしだからさマジで解凍キットみたいな調してるからさ <laughs> いきなり来るんだよねやつは解凍キットは予告するだろ <laughs> じゃルパンちょっと予告するだろルパンもでもあるんだよな絶対いると思うんだよないきなり便意が来る症候群の人まあ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 それはあるでしょうおしっことかもそうなんだよな予告なしそう予告なし開幕クラウチングスタートでいきなり来るパチンコとか揃っとったらおもろい台かもしれん先バレ先バレしないタイプのいつでもドキドキできるタイプの台だアリケンさんはいつでもドキドキできるタイプの台めっちゃいい台やん全然煽らないんでしょ煽らないこの急にゆいゆい <laughs> って急に来る。 最悪じゃん。俺じゃあ、大当たりしたとき大惨事になるやん、俺。そう、ケツ浮くタイプの台やね。え、でも本当そうだよ。俺、いきなり歩いてるじゃん、こうやって。お店の中とか、急に来て動けなくなったりするからね。その場にホールドされる。本屋さんとか行くと、高確率でなるから、絶対トイレ行ってなんかさ、本屋さん行くと、髪の毛匂いなり便宜を催すっていう。なんかあるよね、そういう話。あるあるある。けど、常に、やばい、俺。それだったら終わり、俺は。匂いを買い出した瞬間、終わる。あれ、なんでなんだろうね。でも本屋はいいんだよね。 トイレ我慢してる間もバレないんだよ立ち読みっていう能力があるから絶対バレてねああの人うんこ我慢してんだなとは思われないからねま、うん、トイレには行かないんだその行けない動けないから1回ウェーブを待たないと1歩歩いた瞬間死が確定するからワンウェーブ耐えてから行くんねでも耐えた後の歩き方はもうバレるかもしれない <laughs> 足を曲げれないんだよね内股 <laughs> そうモデルみたいな歩き方でトイレ行くカツ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 あぶ危ねー の方俺は僕。オッケーうん、俺も奥から手前乗っていいよ、手前乗っていいよ。奥からもう一回ある。優しい奥、ー折れちゃうわ、これ。手前乗っていいよ、お前は。って言われたら。言ったった、言ったったで、とうとう。イに優しいアリケン見た。キルパクのアリケンと。DV 彼氏だわ、そのなんか、たまに来るとキュンとするんだね、これ。普段クズの方が得意やん、これ、人生。そうだよ。ジャイアン現象。ずっと優しいやつは損をする。